はい、どうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。今回はね、ハイスコアチャレンジ極級2をね、やっていきたいと思います。その前にアメミキサーさん、アメミキサーどうしたらいいんだろうな、これなんかあんま考えてないな、どうしよう、失敗かな、ちょっとちゃんと、おわ最悪、2分の1を外しました。どっちかっていうとね、こっちの方がいいよね。2分の1っていうのが憎いね。はい、また20回後って感じですね。皆さん当たりましたかね。私は外れちゃいました。20回あとできるのかな。はい、ということで極級にはね、なんとランが1体だけ、苦手が、吸収ということで、前回ね、極級1ではね、空泣きに活躍してもらったんですが、今回も空泣きかな。あとは小京と、まあちょっと特攻妖怪はいないんだけどね。もうこれはガンガン倒しちゃおうかな。はい、まあちょっとやっていきましょう。回避高いんだよね、いつも通りね。前衛っていうパターンですね。小生じゃなかったね、今回ね。ね、よく極級には小生パターンなんだけど、こいつは普通のランだね。はい、ということでお知らせで、ちょっと確認しつつ編成してやっていきましょう。極級2でね、登場ということで、ここではね、小生の流玉のかけらがドロップするみたいです。 KK 兄弟いたらね、ほぼ、ドロップするっぽいので、ぜひ KK 兄弟ゲットしたらいいと思うんですけど、私ね前回、19個しかゲットできなくて、9個しか落ちなかったのかな。あんま本当落ちないんで、いやそんなことないな、79個かな、あれちょっと確認した方がいいのかな。はい、というわけであんまり、ちょ分かんない、今回分かんないよ。あんまり落ちないので、まあ今回はあんまり上級、まあとりあえず金賞で倒したいけどね、極級2で周回することはあんまりないのかなっていう感じの予定しております。まあちょっとその辺ね、ドロップ具合をね、皆さんよく確認していただければなと思っております。じゃあちょっと編成していきましょう。アシュラあれなんだね、復刻極級にダメージアップなんだな、なるほどね。はい、そしたら編成しましょう。はい、ということでね、お知らせにあったんですが、千日記念キャンペーンで、あれですね、リツイート報酬ね、来ましたね。2500、皆さんありがとうございます。私もねリツイートしましたが、これでかいよね。ということで、小生コンゲットだぜ、小生軍コンゲットだぜ、ということでまたね、どれに使ったらいいんやらっていう感じになっちゃいましたけどね。皆さん何に使えますかね。よろしければコメントなどで教えてください。私はめっちゃ持ってます、小生コン。展示支援も当たったらいいのにな。展示士が当たんないんだよね。小生コンが、どっか行っちゃったね。これだ、12個、15個あるの、バカだね。ほんと群馬っ子もね、2凸できんだよね。もうどうしようかなね、困っちゃうね。はい、ごめんなさい。じゃあ極級いきましょう。はい、そしたらねやっていきましょう。一応メンバーはね、なんかどうしようかなと思っちゃったんだけど、これにしました。いつもね、まあ、ちょっとまだ戦ってないからどうもあれなんだけど、猛将軍さん入れてみました。
お守りとカゴね、いつもね私椿姫使うんだけど、今回猛将君にしてみました。お守りカゴね、まだちょっとグレードマックスになってないんだが、うん、まあこいつに期待したい。そして打ち消しがやっぱいるってことでね、打ち消し要因で吹雪姫にしてみました。ちょっとこの辺はどうなんでしょうね、もうちょっといいのかなと思いますけど、戦北さん入れてもいいんだけどね。そして打ち消し要因と取り付くがね、吸収なんで、養生通がね、吸収なんで、マカにしてみましたね。マカも、うん、打ち消し要因ですね。そしてお払いとして、山狼ね、入れときました。取り付くもね、優秀なんで、期待したいと思います。うん。そして吸収で空なきということで、はい。一応これでやってみましょう。とりあえずどうなんだろうね、助っ人は全部光栄だね。うん、晴れだね。晴れのコンとかいろいろあるけど、まあとりあえずなしでやってみましょう。じゃあゆっくりオートはつけたままでいいかな。で大凶ちゃんセットしてみましょうかね。どんな感じでしょう。ぶつかり弱え、攻撃速度アップ、いきなり光栄の攻撃かわせませんでした。気をつけましょうちょっとな、いきなり光栄の攻撃かわせないのちょっとしついきついね。まあただここで加護が入るからやられることはない。じわじわダメージ入って、吸収でもたかが知れてんな。さあお守り聞きまして、打ち消し、いいね。マカがエースになれそうですね。うん、命中低いな。普通に強いの使ってもいいのかなと思うけど、これはでも最初あれだね、前衛で攻撃、光栄の妖怪最初前衛でセットしてもいいかもしれないね。そして攻撃終わったら下がるとか、そんなんでいいかもしれない。さあこれで回復とお払い、うん、なんか楽勝かな。風攻撃か、取り付き打ち消してほしいな。うん、全体攻撃、山狼耐えれるか。うん、大凶ちゃんでお守り、超混乱打ち消した。大凶ちゃんでいいね。なるほど、打ち消し、空なきは吸収だからめっちゃ入る。光栄の攻撃が来たから全員下げる。うん、最初の方だけあれ注意すればそんな難しくないね。お守り大切ですねこれ。小生大凶ちゃんがすごいたまたま私の場合タイミングよく入ってますね。さあこれでとどめですね。マカできっと全員生き残りクリアとかなのか。はい、という感じでした。というわけでなんか一発 OK だったな。特攻妖怪なしでクリアできましたね。うん、小政府だと小政の証ゲットなんだね。クリア報酬すごいシャン、ちょすごいシャンって言っちゃった。金クリアはなんなかったけど、とりあえずはうん、なんか最初失敗しなければなんかもうちょっと楽にいけたのかなとも思いますね。最初にいきなり、うん、まあでもそんなに遅くないか。84秒で光栄の攻撃があるから、光栄専用の攻撃か。うん、まあまあなんか今回そんなに難しくないと思うので、ちょっとね今日はもうなんかあれなんで、金クリアはまた今度にするけど、金でクリアだとあれか、小生の竜ゲットできるんだな。はい、ということで小生札と小生の証ねゲットできて、まあ使ってる人たちはね特攻
そうだな、展示士とか、あ、そうか、戦法とかも使ってんだ。調整ピンクエンペラーがちょうどね、いいかもしれないですね。はい、山を目立つことスキーとか注目があるから、この時に目立つことスキーやっぱゲットしといた方が良かったかもしれないですね。なるほどね。はい、なんかこんな感じで皆さんね、なるほど、駒川ちゃんの出番かもしれないですね、回復要因ということで。私ちょっと山岡美もう少し強くしちゃおうかな。なんか山岡美って結局いつも役に立つから、なんか限界突破させてあげたいと思ったけど、よく考えたら最近はあれか、小生の流玉であげたりすることもあるから特徴もそんなにあれか。はい、というわけでこんな感じで私はクリアしてみましたが、うん、こっからね A ランク2体を入れてさらにねクリアしたいなと思ってます。はい、そしたらね、あと金クリアはまたちょっとね考えたいなと思います。お守りがねいいのかなと思いますね。うん、金クリアするとあの手形もね使えるので、で5級1で、ここで特徴限界突破の章が落ちるんでね、これもまた金でクリアしないといけないな。はい、でこっちでね、流玉のかけらが落ちるので、まあスムーズにね周回するために、まあうん、金ね、金クリアね、なるべく早くやりたいなと思います。まあここは調整使わない縛りやったけど、調整使っちゃってバキバキにねぶっ倒してやれればなと、うん、思いますけどね。はい、という感じで、まあ難易度がね非常に私ぐらいのこの上級に手がかかりそうな中級者ぐらいのねレベルで毎回超5級倒せるので、うん、なんか難易度的にはね ありがたいなといつも思ってるんですけど、うん、ということでね、私がね特にまあ余計なこと言わない方がいいのかもしれないけど、一応こうね小成功残っちゃってるんでね、なのでこういうところでね、うん、なんか本当にいいのが出た時に用に取っちゃってるんだけど、まあ取っちゃってても、まあ、クリアできるぐらいのね、難易度にしてくれてるので、助かってるんだけどね、まあこういうイベントで国球とか倒せなかった時に、まあ、それ専用のやつぶっ込んでもいいかなと思って持ってたりするんだけど、うん、まあでも本当ありがたいね、今回の1000日キャンペーン群馬人ね、どれにしようかね、今回ガトリーさん使っ、あ、ガトリーさんじゃねえ、ガトリーはあれだよ、ファイヤーエンブレムのね総演のなんとかだよね、カトリーさんね使おうかなと思ったんですけど、妖気上昇やっぱそこのね悪い取り付き回避の加護結構いいなと思ったけど、やっぱり大凶ちゃんのお守りでよかったかなーっていう感じでしたね。はい、なのでお守りとお払いがやっぱり大事かなっていうところで、打ち消しお守りお払い、これをね育てていきたいなと改めて思いますね。うん、猛将君、あ、高僧さんでもね、高僧さんでもよかったな、ただお守りがないのでなんとなく私お守り派なんだよなはい、じゃあすいません、今回こんな感じします。復刻極級はね、ちょっとまた明日余力があったらやりましょう。で、まああんまり需要もないだろうけどね、もし攻略見たいよっていう人がいたらね、マサ復刻極級エビスで検索すれば、多分復刻入れなくていいかな、マサ極級エビスで検索すればね、出てくると思いますんで、ぜひね確認してみてください。はい、じゃあ今回こんな感じでした。ちょっとね明日は金賞を取りたいなと思いますね。はい、じゃあそれではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。